開業35周年を迎えた東京ディズニーランド、アトラクションのリニューアルや新しいイベントを相次ぎ打ち出しています。東京ディズニーランドでおなじみのこちらのアトラクションもリニューアルオープンしました。But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Their information too.It will take some time to work through all the changes we need to make across the company, but I'm committed to getting this right. Wir haben auch Assets, die man vielleicht nicht unserem derzeitigen Kerngeschäft zuordnen würde, die werden wir bewerten, aber alle Optionen prüfen. Das kann ein Ausbau sein, eine Weiterentwicklung, aber auch eine Konsolidierung oder eine Dekonsolidierung. Prüfen wir ebenfalls, was ist der richtige Weg? Geht es in eine Weiterentwicklung Richtung mehr Markenstrategie, Premium-Motor?音楽という
しょろってなぞっていただくとオートプレイがフレーズは作ってくれてますので、皆さんはこのコードをどういう順番で流そうかな。それじゃあまずこちら向かって右手、志摩さんこちらを見ていただければ。やはり我々のお客様であるその運送会社さん、そして自動車バス会社さんがですね、求めている価値というのは、やはり必ずしも車のお客様が求めている価値とは少し違うところもあります。やはり商業車メーカー同士のですね、OEM メーカー同士の思いが一致して初めてできることっていうのは結構数多くあると思います。確かに親会社同士は大変なグローバルの競争をしているというのはもう十分分かっているわけですが、今回の協業はですね、その親会社の意向云々ではなくて、これからの本当に自動運転、EV、環境問題、こういったことに対して、まさに取り組むべきは、この商業車、トラック、バスがですね、まず先ではないかと。You know, we have the full support from Volkswagen Group, and we have the full support from the Toyota Group for this strategy, strategic alliance. Based on this framework, I think we are able to make certain things faster.More with a lot of speed. それではまず本日の登壇者。人生で一番ワクワクしてるというのが、ようやくアジアの時代が来たなっていう、世界の人口全部に我らの商品が受け入れられるというふうに思ってるんで、そういう可能性を今実感している最中です。2問ということでお願いをさせていただきます。ご質問の前にお名前と御社名をいただけるとありがたいと思います。あと数年で確実に3兆円いけるというふうに思ってるんで、むしろ、ね、3兆円以降どうやっていくかということが問題で、商品と顧客サービスで本当に差別化できる、グローバルで受け入れられる、そういう企業になるっていう、そういうことだっていうふうに思います。絡むんですが、リアルとバーチャルの融合。世界の保護主義、これは非常に危惧するとこですね、これ。自分の国だけが、一国だけで存在することは不可能ですよね、これ。なんとかファーストっていうことはありえないっていうふうに思います。2018年2月期の連結営業収益は2期ぶりの増収、営業利益は8期連続の増益となりました。その発射台になる2017年度のインバウンド490億というふうに申し上げました。そしてこの2018年度の560億というふうに申し上げましたけれども、5年後のこの2022年度におきましてはですね、このインバウンドのこの売上について約830億ほど見込んでいるということです。足元でこの米国と中国との間のですね、こういう貿易摩擦的なことで、やはり先ほどのご質問の日経平均が下がったり、あるいはこの為替がですね、円高にこう触れていく、そのことによって、輸出産業が非常に影響を受けるだとかですね、そういったことについては、やはりやや懸念をしている向きがあるということでございます。このベイエリアにお住みになっているこのニューファンディングであるとか、あるいは今、この中央区、これ東京駅を含め、周辺を含めてですね、今、再開発で、非常にこうオフィスの供給が非常に増えて、これからも増えていくということがありますので、そういったニューファミリー、オフィスワーカーにもご利用いただけるような、そういう商業施設作りは今、進めているところであります。